はい、どうも日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということでですね、本日はこちらですね、エルサルバドル戦メンバーやっていきたいと思いますけども、注目はこちらですかね。日本のオーバーミャング永井選手というところになってくると思いますけども、では早速行きましょう。どうぞ。さあ行くぞ。はい、まずは1戦目ですね、見ていきたいと思いますけども、富安選手がね、真下を向いているということで、中山選手を入れていきたいと思いますけども、畑中選手と逆にね、中山選手を入れていきたいと思います。まあね、本日も、ハイライト的な形で見ていきたいと思いますけども、さあ、お相手さんこんな感じですね。金スカだったり、まあ、キーパーが銀ですね、そしてファンダイクがいるというところで、ファンダイク、ダビンソン・サンチェス、ベジェリンとかメンディいますね。まあ、この辺ね、しっかり裏ついていきたいと思いますけども、さあ、永井選手のスピードを見せていきたい。さあ、ウィリアン・ジョゼの帰国からですね、さあ、見ていきましょう。いや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 、まあ、このエルサルバドル戦ね、かなりこう、裏抜けを目指せるというか、まあ、大迫選手にはない裏抜けをね、しっかり出していけるかなというところで、永井選手に注目してね、やっていきたいと思いますけども、さあ、中山選手から行きましょう。小林祐希が持っていく。さあ、小林祐希から左の原口選手ですね。さあ、原口から中に出していきたい。中に出していく。長い長いナイス、オッケー、素晴らしいですね、ここ。左足でしっかり決めていきました。まあ、ああいうところもね、大迫選手にはない裏抜けというか、うん、原口選手からのね、なかなかいいスルーパスでしたけども、ああいうところ大迫選手はね、うん、ポストプレイヤーなのでね、あまりラインブレイクとかはしないんですけども、長井選手の一つの特徴ですよね。さあ、ここ中山選手が取って、長井選手に当てていく。まあ、ここのね、ジャンプ力というか、そこは大迫選手にはね、少し負けるところはあるんですが、まあ、ああいうところもしっかり、裏抜けのところですね、しっかり、ね、目指していきたいかなというところではありますけども、さあ、ここ、オッケー、いいですね。伊藤純也選手が取っていく。さあ、橋本から南野。さあ、南野から一旦戻して、橋本に出していくと。まあ、橋本選手もね、見えないところでしっかりね、ボールダッシュしていっておりましたけども、ここに長い裏抜け、素晴らしいですね。一瞬のスピード瞬発。ここでしっかりラインブレイクしてくれるイメージなので、いいですよね。さあ、原口から裏に抜け出している。長い素晴らしい。これも良かったシーンですね。ということで、1試合目ですけども、永井選手、ハットトリックということでですね、お相手さんが、ギブアップされたというところで、2試合目も、しっかり見ていきたいと思いますけども、さあ、2試合目、絶不調がバカみたいに多いんですけども、シュミット・ダニエル、そして橋本選手がね、真下を向いているというところで、選手交代ね、していきたいんですけども、ゴールキーパーね、控えをね、連れてきておらず、ここは困っているんですが、さあ、オーバメヤングいますね、お相手さん。オーバメヤング、日本のオーバメ対ガボンのオーバメ、さあ見ていきましょう。ジョルディアルからオーバメヤング、クリスティアノ・ロナウド、ボールしっかり取っていく。ナイス、シュミット・ダニエル。さあ、シュミット・ダニエルからしっかり前に出していきたい。さあ、ここスローインから、スローインなんじゃないな、ゴールキーパー、ロングスローから原口。さあ、原口から小林祐希、長井が一旦落として原口元気。さあ、原口から長井、ナイスキーパー。いや、素晴らしいですね。まあ、ボールコントロール、ドリブルもかなり高いので、ああいうね、転がすような、ドリブルというか、ああいうところもしっかりできていきますね。さあ、長井選手から、南野匠！いや、ポスト惜しいですね。入ったと思いましたけども。いや、惜しいシーンでした。さあ、ここ長井、チェイシング持ってるんで、ここもしっかりね、活かしていきたいと思いますね。さあ、堂安から南野、長井。さあ、長井から南野には出せない、ラングレーナイスですね。さあ、エリクセンから前に出してくるぞというところで、原口、チェイシング。さあ、原口から長い、堂安、南野匠！いや、決めれないのかい。惜しいシーンですね。ちょっと左にね、蹴っていきましたけども。さあ、ここ、庄司対オバミヤング。さあ、ここはオバメの勝ちというところで、ラティティッチから右のクリスティアーノ・ロナウド。左ですか、左のロナウドに出していく。さあ、ここ怖いよ、ラキティッチ。いや、これ素晴らしいですね。ラキティッチのいいシュートでしたけども、シュミット・ダニエルね、微妙に反応できませんでした。さあ、シュミット・ダニエルが見ていきましょう。堂安、さあ、堂安から南野匠。さあ、ここ一つね、しっかりカウンター目指していきたい。さあね、永井選手ね、微妙な形でね、今、ボール出していったんですけども、さあ、伊藤純也から右、さあ、長井が少し流れている。南野匠、ラングレ、ナイス、素晴らしいですね。なんや、あそこは素晴らしいラングレのね、守備でしたけども。さあ、畑中選手からサイドチェンジ。さあ、伊藤純也もかなりスピードあってね、ドリブルできるんで、ここ素晴らしいところではあると思いますけど、さあ、ワンタッチ、伊藤純也から南野匠、ナイスキーパー、惜しいですね、本当に。いや、本当にね、この日本代表使っててね、いつも決定力の部分に難があるかなというところなんですよね。さあ、オーバーミヤング、ここ庄司が取っていく。さあ、庄司から左の原口元気。ということでですね、選手交代していきたいと思いますけども、さあ、長井に変えて大迫勇也、そして、中島翔也、南野匠、
入れていきますね。あ、南野が最初から出てますね。堂安を南野に変えているという、あ、じゃあ堂安を中島に変えているという状態ですね。さあ山中選手、出そうか出さないか迷って、ここは出さないという選択になりましたね。さあラキティッチのコーナーキックがロナウド、危ない。さあ伊藤純也から前に出していきたい。さあカウンター狙っていきたいよ。大迫優也、大迫優也から小林優希、さあ伊藤純也、伊藤純也から右に出していきたいけど、ここはしっかりファンダイクに取られていく。さあ中島クイックリスタート、クイックリスタートから南野拓実、さあ南野拓実からさあ中に出していきたい。ここに大迫優也、いいですね、素晴らしい。一つカウンターというかね、クイックリスタートからしっかり決めていくことができましたけども、さあここ畑中がしっかり取っていく、いいですね。いや、ここメッシにこつかれていく。さあメッシから中のオーバメヤング、オーバメヤング、いいですね。小林優希がしっかり取っていく。小林取っていけない。さあいいですよ、庄司。さあ庄司から中島翔也、小林優希、南野拓実、中島翔也、ここワンタッチでしっかり崩していく。さあ中島翔也から南野拓実右に出していきたい。さあ伊藤純也、さあ伊藤純也、いいよ、スピードです。うわー、ボスト惜しいな、本当に。いや、惜しいシーンでしたけども、さあここ中島翔也がしっかり取っていく。さあ中島、ここはちょっとこつかれて、大迫、大迫、これもナイスブロックですね、惜しい。さあファンダイクからですね、メッシ危ないぞと、いいですね、畑中選手しっかりね、ここ切っていきましたね。さあ畑中対メッシ、さあ畑中対メッシよ。さあここしっかり取っていきたい。さあメッシ対畑中、さあメッシが少しこねる。さあメッシ、さあメッシ、ロナウド、ロナウド、ナイス、いいですね。いや、素晴らしいディフェンダーでしたね、今南野拓実。さあ一つカウンター、ここも狙っていきたい。さあ伊藤純也、南野拓実、さあ南野拓実から柴崎岳、ここに中島翔也、さあ中島翔也、中島翔也が右足のコンカで決めていけない。大迫優也、いやいやいや、一発目のね、中島選手に決めてほしかったところではありましたけども、大迫がしっかり詰めてましたね。はい、ということでここはお相手さんの切断ということでですね、しっかり勝っていきましたけども、はい、ということでラスト3試合目ですね。3試合目見ていきたいんですけども、久保建英選手が真下向いてるんですよね。いや、今回、おっと、お相手さん、銅と白のスカットですね。これでスチンバーは2055ですけども、かなり強いですよね。サンプドリアで、銅と白の選手を使っているということになっておりますね。フィリップ・フォーデンとか左にいますね。いいですね。さあ、見ていきましょう。はい、ということでですね、永井選手のキックオフからやっていきたいと思います。同白スカット対決ですね。さあ中島、中島じゃない、永井、さあ堂安、堂安から右の伊藤純也、伊藤純也から、さあキックオフ直後のね、落ち着いていきたいところではありますけども、さあ永井から中島じゃない、南野、いや選手名間違うな。さあここも見ていきましょう。さあリュベンリーですね。いや、ちょっとここら辺わからないんですけども、さあ白の選手、ここ左サイドバックぶち上がっていく、ぶち上がっていく、打っていく、シュミット・ダニエル、いいですね、シュミット・ダニエル、しっかり取っていきました。さあ畑中選手からですね、畑中から南野拓実、左の原口元気、さあ小林優希から一つ、さあここに誰に出していくのかというと、ここの、さあ長い、長い、長いの右足、素晴らしいですね。いや、ここもナイスなシーンでしたね、長い選手の右足、そしてスピードが生かされた部分でしたしないね。さあ南野、さあ南野から一つ、ここ堂安律、さあ堂安左足ドロップシュート、素晴らしいね、シーンでしたね。いや、あの位置からドロップシュートしっかり打てるところもね、堂安のいいところの一つかなと思いますけども、さあここディオップから、さあディオップから中にぐんぐん来ると、ぐんぐん来る、ポスト危ない、ティモシーウェア、いやいやいや、こぼれ球しっかり狙われていきましたね。いやいや、どうと白スカットで、ね、このティモシー・ウェアとかしっかり、活躍するかなというイメージですけども、さあここにエドアールですね。さあフォーデン、さあフィリップ・フォーデン、 FP じゃないフォーデンですね。さあ銅のフォーデンから中のティモシー・ウェア、ナイスキーパー。さあ庄司から原口元気、さあということでここら辺も見ていきたいと思いますけども、さあエドアールからペッリグリ、ペッリグリからディオップ、さあここをしっかり小林が取っていくということで、ここら辺も見ていきましょう。ラピマトンド、ラピマトンドがしっかり持ち運んで、ここはクロスかなというところで、ナイス畑中、いいですね。さあ畑中選手がクリアしたところを南野拓実がしっかり取っていく。さあ長井から堂安律、さあ堂安律からどこに出していこうかというところ、長井、さあ堂安、橋本、右の伊藤純也、さあ伊藤純也がしっかり持ち運んで打っていこう、右足ナイスキーパー。これもね、ちょっと角度がなかったところなんですけどもね、いいキーパーですね。さあここにエドアール、エドアールからボール取っていきたい、ナイス畑中。さあ今日は畑中選手の日か。さあ畑中選手がしっかり持ち運んでいく。さあ畑中から一本長い、さあ南野拓実、南野拓実からなせないと、惜しいですね。さあ堂安左足右足だった、ナイスキーパー、惜しいな本当に。
本当にね、キーパーがね、いい形で活躍するのはね、いいと思いますけども。さあ、ということで大迫選手と中島選手入れてね、やっていきたいと思いますね。そして柴崎岳選手も入れているという状態になりますね。さあ、ニューベルからゴールキック。さあ、大迫がしっかりここは取っていく。さあ、堂安から伊藤純也。伊藤純也から一つ大迫。大迫。大迫。左足で根下狙っていきたいけども、これを決めてくれ。これは決めて欲しかったな。惜しいシーンでしたね。さあ、エドアールがしっかり持ち運んでいく。いいですね。小林幸選手、ここもしっかり取っていきました。さあ、原口から中島翔也。さあ、大迫に出していく。ワントップの大迫、原口。さあ、中の柴崎、ここが空いてくるぞと。さあ、柴崎から伊藤純也。ここはちょっと時間かかって、伊藤純也から大迫。大迫、堂安。いいですね。これもしっかり決めることができましたね。さあ、原口元気。ここがラストシーンになりますね。さあ、原口元気からいいよ。さあ、このドリブル。さあ、ドリブルが大迫勇也、キックフェイント入れて、大迫の右足、素晴らしいですね。はい、ということでですね、本日はエルサルバドル戦でやっていきましたけども、いかがでしたでしょうか。新人試合はね、終わってしまったんですけども、6月15日、今週の土曜日からコパアメリカも開幕していきますので、しっかり応援していきたいと思いますね。はい、ということで最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。